めさんご一緒です。またチャリめちゃんさん今もいいんですよ。ジュエルンマさん、ハマってないんだ。ハマってるじゃないですか。はい、ということで本日は、はい、AI のベストにフレーバーテキストの続きを書かせて元のフレーバー当てるクイズ。すごいタイトルだ。すごいすごい。AI のベストに、はい、AI のベストにフレーバーテキストの続きを書かせて元のフレーバーを当てるクイズでございます。おー、はい、なるほどね。フレクイのフレクイ、フレクイでございます。はい、フレーバークイズな。はい、この AI のベストっていう文章を自分で打ち込んだら、うん、続きの文章を勝手にこう AI が考えてくれるっていう、すごい時代だね。があるんですけれども、はい、ね、そちらにこうデュエマのカードのフレーバーテキストをこう入力して続きを書いてもらいました。はい、その書いてもらった続きの部分を読んで何のフレーバーかをこう当てていただくというクイズです。すごいな、はい、ハードル高えな、そもそも、はい、そもそもどのハードルどのフレーバーかっていうのがあれなんだけど、そしてこうセリフフレーバーの場合はこう発言者って書いてるんですよ、ね、誰が言ったみたいな、そこの部分は省略してます。あ、ちょっとヒントになるかもしれないので。確かにミスティレポートとか書いて、いやこれさ、デッドマンさんなしでやるのかって感じはすごいよ。かなり難しいと思うので、はい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 、もう何回答えても OK です。 OK、 なるほど。なのでもう答え得なので、なるほどね、はい、まあじゃあガンガン当てていきましょうと、はいはい、AI スマホを使っていいかな。 AI スマホはダメです。まあ一応カードとかを調べる分にはね、そうだ、大丈夫ですけど、答えをちょっとね、わかりました。まあまあ、それじゃあ、はい、そこ行きましょう。やりましょう、とりあえずやってみましょう。やってみましょう、いくぞ。やー、はい、じゃあ早速、はい、お願いします、たくさん。はい、これ、そしてですね、こちらこの一つのお題に対して、うん、いくつかの文章、うん、パターンがありまして、それもちょっといろいろ参考に。なるほど、何パターンが聞けるんだ。はい、そうです。まず一つ目のパターンいきたいと思います、はい、そう言ってさっさと自分の部屋に戻ってしまった。残された家臣たちは顔を見合わせたが誰も何も言わなかった。俺の提案はあっけなく却下された。やはり一筋縄ではいかないか、ならば次の策だ。はい、一個もわかんねえ今のところ、はい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 、ん、早い。コロコロコミックの企画会議。違う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 、あっけなくもらって、あっけなく却下されたの。最近、うん、いや、よくあるよくある、よくあるな。基本的に10個ぐらい出して9個拒否される。やっぱそうやってできたんだよ。すごい、そんな話してねえよ。ってことは誰かのあれか、オサがいて提案したってことなの。提案した、うんうん、オサに提案したっていう風に解釈したってことだよね、多分ね。そう、いやでもそう言ってるんだっけ、文章の始まりって。最初ですね、そう言って。そう言ってだから、セリフで終わってんだよ。違う、提案してる側じゃなくて、却下した側なんだよ。多分、文章は。あ、要はだから、要は、要は、写真側の、こういう提案どうですかじゃなくて、うん、いや、ダメだよって言ってさっさと引いたってことなんね。ああ、そういうこと。ダメだっていう文章で終わってるってことってことだと思うんだよ、元のフレーバーは。なるほど。だと思うけど、情報化的なのって何かあったっけ。サクさん、じゃあちょっと、そうですね、続きを聞かせてください。はいはい、2パターン目いきます、はいはい、俺がそう言うとリムルは苦笑した。リムル、そしてそれはどうかなと意味深な言葉を残して去っていったのだった。クソ、俺は心の中で悪態をつく。あの時の俺はまだ覚醒魔王級の力しか持たなかったのだ。覚醒魔王級の力、覚醒魔王級の力、今なら間違いなく勝てるだろう。だが今の俺でも勝てない可能性があるかもしれない、うん、そのことが歯がゆかった。そして同時に思う、もしも覚醒魔王級の力でも倒せない敵が現れたらどうするのか、その答えを知るためにも。容量えねえ文章だな。はい、AI の限界だよ。覚醒魔王級、覚醒魔王級の何かがあるってこと、はい、はい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 、コロコロ編集部の企画会議。覚醒魔王いるの？いるいる、魔王みたいなやつ。覚醒魔王いる。魔王みたいなジジイがいっぱいいんだよ。大丈夫？ベスト。流れるよネットに。権力だけ振りかざしたら。いやいやいや、変だよ。ヒントなんですけども、はいはいはい、この今出てるこの覚醒魔王級は、うん、あんま関係はない。関係ないの？ないんだ。ですけど、はいはいはい、出てきた文章の中にヒントが隠されてます。なんか名前出てきたよ。リムル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 絶対関係ない、知らないもん。リムル聞いたことない。リムルは苦笑しただけだ。苦笑かどうかそうか、苦笑しただけ、笑いしただけだ。やなやつだね、ほんと。なんだっけ、
け、リムルに苦笑されるようなことを言ったってことだ。何か言ったらそうなんだよね、うん、で、今の俺でも勝てないとかなんとかだよね。そうです、全然覚えてない。全然入ってこない。そうなんです。文章の入りとしては、うん、俺がそう言うとリムルは苦笑した。あ、そうかそうか、そうですね。やっぱ何か言ったセリフなんだよ多分これ。あ、え、ググッピー。違う。正解みたいな顔した今。何この何この司会者。何この司会者。定番だ。そうだね。苦笑して。苦笑した。そしてそれはどうかなと意味深な言葉を残して去っていったのだ。去った、勝手に去ったんだね。はい、去っていきます。クソ。俺は心の中で悪態をつく。うん、あの時の俺はまだ覚醒魔王級の力しか持たなかったのだ。うん、まあ、これ関係ないんだね、うん、今なら間違いなく勝てるだろう、うん、だが今の俺でも勝てない可能性があるかもしれない、うんうん、そのことが歯がゆかった、うん、そして同時に思う、もしも覚醒魔王級の力でも倒せない敵が現れたらどうするのか、その答えを知るためにも。これだから何が引くか全然容量複製魔王級で全部飛ぶのよ今までの文章が。しかも関係ないまだあるのかな。パターンはあと一つあります。はいはいはい、じゃあもう一パターン行こう行こう、はい、答え行こう。それでは3つ目のパターンいきたいと思います。はい、その通りでございますな。しかしそれでは面白くないでしょう。まあそうだな。では私が一計を案じましょう、うん、どんな策だ、申してみよう。はっ、まず奴が出陣する前にこちらから夜襲をかけます。敵もまさか夜になるとは思っていないはずですので必ず動揺するでしょう。そこをすかさずついて一気に決着をつけます。なるほど、それで勝てるのか。はい、間違いなく勝利みたいなカードなんじゃない。なんかカード名とかのカードとか勝つってことがやたら出てきてない。今フレーバーに勝つ負けるみたいなのが書いてある。勝負の話ってことだよね多分。だからじゃないと、ね、でも全部フレーバー多分勝つ負けるの話してると思うんだよね。デュエルマスターズ割とヒントとしましては、はい、一番最初のセリフが大きなヒントになってます。その通りでございますな。しかしそれでは面白くないでしょう。あ、わかった、おあのザガーンのやつだ。正解。おお、決まってる。あ、一方だけで勝つに決まってる。そうだ、そうです。すげー、青をブラックモナークだ。はい、すごい。暗黒騎士ザガーンのつまらんやつを戦場に出したら一方的に勝つに決まっている。ああ、すごいでございました。なるほどね、勝つ負けるの話するか。すごい、これは難しいな。そういうことだ。でもでもそういうことですね。なるほど、うん、マジで覚醒魔王級関係ねえわ。覚醒魔王級さ、多分一番簡単な問題でしょ。そうだね、思った、うん、それでは2問目いきたいと思います。考えすぎたわ。あとは任せたよな。突然のことに驚きの声を漏らすリシェナ様。誰その理由は至極簡単で、僕が彼女を抱き寄せて横へ飛んだからだ。横へ飛んだ直後、僕らがいた場所につららのようなものが降り、あ、こういうことか。僕の体に直撃した。おい、避けてない。鋭い痛みが全身を吹き抜けてないやん。その勢いのまま地面へと落下する。え、地面じゃなくて、あと飛んでるからか。あ、背中から地面に叩きつけられ、肺の中の空気が全て吐き出される。死ぬやんけ。なんか、おしゃれに死んだって言った。リシェナ様を助けようとして横に飛んだら、多分飛んだところがそうだった。飛ばなきゃ助かった。余計なやつだね。飛ばなきゃ助かった。で、刺さって地面に落ちて、はい、でもこれもなんかセリフなんじゃない。うわ、なんだっけ最初が、あとは任せたよです。あとは任せたよ、はい、いやこれ聞こう聞こう、これちょっとね、いくつか文章を見て共通点を見つけ出さないといけない。いいかもしれないですね。それでは2パターン目いきたいと思います。はい、心からそう思ったのだった。こうして俺たちの最初で最後のギルドバトルは幕を下ろした。あ、ギルドバトル。最終結果発表、うん、優勝赤チーム。MVP、うん、赤チームの皆様。赤チーム、うめえな。以上です。以上。最後おめでとう。おめでとう。非文明、非文明じゃない。あれだろ、あのチームって聞いたから中央編かなってちょっと思ったの。赤チーム、うん、いやでもなんか赤チームはいないじゃん。赤チーム、赤チームって何？考
つららと赤チーム。もう一チームある。もう一チームいきますか。はい、ある。はい、それでは、3パターン目、はい、そう思うと同時に、うん、このチームで野球ができてる。野球してる。あ、本当に良かったとも思った。どれどれ、なん、サイバージェイレブン。あ、おー、なるほど、正解だよ多分。正解です。やったー。見事戦えてよかった。素晴らしい。ひらめきました。はい、ということで続きを一応読んでもらってもらって。そうですね、うん、そう思うと同時に、このチームで野球ができて本当に良かったとも思った、うん、そしてその感謝の気持ちは、なおふみにもある。なお、なんだ、お前がいてくれて良かったよ。答え言った。大輔もそれには大輔、大輔、なおふみと大輔。はい、待って、サイバージェイイレブンなのに野球の話になっとるやんっていうのもあるけど。そうだよね、イレブンだよね。そうだよ、どっちかって言ったらサッカー。サッカーやれよ、サッカーやれよ。よう繋がったな、はい、俺。本当だよ。別に野球11人でやるとか思ってないから。はい、サイバージェイイレブンのみんなと戦えてよかったでございました。やったー。すごい。確かにね、まあ、よく聞くと共通点がいくつかあるんだね。そっか、でもみんな戦えてよかったって言って姫を助けて死んだってことね、一番最初は。そうですね、つら、あ、犠牲になったってことか、はい、楽しいねこれ。3問目、はい、いきたいと思います。お願いします。いきます。そう言ってクレオはソフィアに背を向けて走り出した、はい、そして、あ、ソフィアの口から悲痛な声が漏れた。またクレオの姿が完全に見えなくなったところで、ソフィアとエレナも走り出す。誰だよ。知らんやついっぱいで、ま、って一緒に走ってた人いなくなって、クレオがいなくなった。そうそう、でもそれでも走り出したらなんか一人ついてた。一番最後の人めっちゃ速くない足。誰が一番足が速いでしょう。そうだね、これはね、数学の問題みたいな。あ、ソフィアとエレナですね。まず、クレオがソフィアに背を向けて走り出した。あー、そかそか、待って、クレオがソフィアに、でこうだね、まずクレオでクレオが走り出した。そうです、そうです。で、走り出して、その後にソフィアとエレナも走り出したという。エレナはだいたんだよ、多分。あ、いたのか。一緒に話。でもね、多分これの分析は意味ない。多分ね、この分析は何も意味がない。次行きましょう。はい。そう言って、少女は笑う。言うな、言うな。その笑顔に僕はもう耐えられない。え、少女を抱きしめる腕に力を込めておえつを漏らす。えそんな僕を優しく抱き留めながら少女も泣き始める。男の子がおえつをついて泣くようなことを言った、別れの言葉みたいな言ったじゃん。ああ、そういうこと。そういうことか。ひどいこと言ったってこと。あ、いやいや、最初もなんかひどいこと言われて背を向けて走っていった。ひどいことじゃないよ絶対。ひどいことじゃないか。そうだね、だってそう言って笑ったんだ。なんか別れの言葉じゃない。いい線にいってるかもしれないですね。引っ越し、引っ越すセリフ、あ、引っ越すフレーバー。絶対引っ越しじゃなくて別れの言葉でしょ。別れの言葉ってなんかあったっけ。アイラちゃん的なやつ。待って、アイラのさ、結婚の時のセリフみたいな。あ、違う、そんな感じのセリフのやつ、ランド大陸で昔でいいのみたいな。おー、あー、そう。では違う。ああ、だって私でいいのに走り出したら面白いなと思って。もう一パターンですよね。そうですね、もう一パターンあります。はいはいはい、はい、この言葉に涙が溢れてくるのを耐えられなかった。私だって同じ気持ちだったから。この世界のどこにもいないあなたともう一度会って伝えたいことがたくさんあったから。もう二度と会うことはできないけれど、それでも私はあなたの幸せを願うわ。はい、マルル、マルルの炎上、マルルの炎上じゃなくて元のマルルの、あ、マルルの、なんだっけ、あるよね、マルルの なんとかでまた会いましょうみたいなやつ。正解でーす。おー、すごい。よく出たね俺。すごい、すごい。いやでも多分だから分かってる人多分いたかもね。だとしたら確かに結構有名な俺もあるし、ね、うん、なんだっけ、ごめん、セリフあれ教えてもらっていいですか。はい、こちらはですね、この世の果てでまた会いましょう、だから今は笑って。はぁ、笑った。はい、笑って、笑ったんですよ。笑って笑って走って笑って、なんで走った。
別に走らなくてもええやん、まあ、走らなくてよかったらええやん。果てでね、チェリーあるから走って、いやねえだろ、だってさすがにちょっと地球が悪くなかったらどうすんの。素晴らしいですね。すごい、2ポイント、2ポイント、2ポイント。お、続いて、はい、4問目でございます。はい、はい、それではいきます。おい、陛下、呼びかけると王の体がびっくりと震えた。なんじゃ。ご安心くださいませ、私は陛下を裏切ったりはいたしませんわ。王の顔から表情が消える。それは誠か。え、王様のセリフってこと。一回聞こう。はい、もう一個、今日もうパターンを、はい、もう一パターン、はい、お前は王ではない。お、吐き捨てるようにつぶやくと剣を鞘に収める。もはや語ることはない。な、おい、俺の話を聞け。背後から聞こえる声を無視し歩き出す。向かう先は王城。バラドミナシューラのさ、はいはい、なんか関係とかじゃない、王王って言ってるしさ、蛇王門的ななんかとかさ、獣王編的な感じ。この出てきてる王っていう言葉は合ってます。合ってます。王って王ってなんだ。王がつくフレーバーテキスト、何らかの王、何らかの王ですね。なんとか王だと、まあ、あとはあれだね、リスペクター、もう結構なんとか王系だね、うん、ちょっともう一パターンいいですか。はい、わかりました。ああ、こんなやつが俺の上に立つのか。失望と定感が湧き上がる。だが、同時にそれは好機でもあった。この男を排除すれば、自分はもっと上に行けるかもしれない。誰なんだ、こいつだっけ。そんな野心を抱いた。ああ、はい、コロコロ編集部。違う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 野心だろ、野心は。でも大事ですけど、それ言いたい気持ちは大事だけど。めっちゃ肯定してくれる、めっちゃ肯定してくれる。違いました。はいはいはい、なるほど。ヒントなんですけど、はいはい、この王っていうのはこの文章自体には入ってないです。フレーバーの、うん、王っていう言葉自体は入ってないんですけど、うん、この王のに関する文章なんだなっていうのが分かるっていうのと、うん、セリフではないです今回。あー、もう一気に分かんなくなった。なんだろう、王だってことは分かる文章ってことだ。和文章も、でも分かる文章って少なくない、うん、分かるっていうか、王に関する。もう一つヒントなんですけども、はい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 、今言ってらっしゃったこの王っぽい振る舞い、はいはいはい、っていうのがちょっと逆のヒントになっていて、はいはい、この文章全体的に見て、お前は王じゃないぞっていうような文章になってますよね、はいはいはい、そこがちょっと重要な。偽の王、偽りの王、うん、なんかビルヘルム、コードキング違います俺ビューヘルムのフレーバーテキストも思い出せない。だから偽の王でなんかちょっと嘲笑われる感じのボルゼロス・バラモルド。まあでもそうだよね、違います、じゃない。あとはまあ鬼の歴史がどうとか、はい、読みの生命、違います。なんかなんとかの旅外物みたいな。ああ、ゼナーク、あ違います。あ、偽の王、偽の王っぽい振る舞いをしてるけど王じゃない。王っぽい振る舞いができているのかというところですかね。あ、できてないのか。できてないからお前は王じゃないよって言われてる。全然出てこないな。すげえ器の小さいやつ、器の小さいやつ。ダメだよ、絶対に絶対にあなた身近な人で考えてる。王なんだけど、うんうん、王じゃなくなったってという捉え方。だからくなったあれか、カツキングじゃなくて、ギュカウツマグル。ギュカウツマグル、正解です。横取りでしては、横取りしたの確実に横取りだったしれっと。我欲に溺れたその姿、もう再起も正気もない。なるほど、なるほど。だから王じゃないよと、はい、いうことですね。よしよしよし、そっからちゃんと王が出てくるんだ。ちょっと待って、これ俺いい、こうなったのポイント。こうなったポイント。答えたのは。ちょっと、じゃあ、0.5 点ずつ。よしよしよし。あー、次から口出さねえ方がいい。ダメだな、これ。次が最終問題でございます。はい。じゃあ 3.5 ポイントですね、じゃあ。そういうことね。3.5 ポイント。全員が勝てるように。はい、3.5 ポイント差し上げます。俺は無言でキビスを返した。もう用はない。こんな奴に構っている暇などないのだ。何したんだこいつ。だが待て、貴様には聞きたいことが山ほどある。背後から俺を呼び止める声がする。全然わかんない。いや、もうなんか聞き出したんじゃない。あ、そう、お前にはもう用はないって言ってるから。
あ、だからもういいよっつって俺は君そう返してヒントをもらったヒントもらったとか、あとはもうなんか分かんないって言われたから、ね、その人はでも呼び止めてお前には聞きたいことがある交渉の場だったんかな、でも、はい、はいはい、離婚調停違う。あるかいなあ、あるかいデュエマのカードに離婚調停って言ったないだろ、うん、熟年夫婦の喧嘩違います絶対違うぞ、ほうじゃないの次行きますね、はい、お前は誰だ俺か少年の問いに男は答えた俺は魔人だよな魔王軍、四天王が一人魔王軍剣聖と賢者の力を持つ魔人アークデーモンロード誰だよアークデーモンロードエルセミファイナルの一派かもしれないエルセミファイナルカイレンジ四天王のねそう なんつったアークデーモンロードはい、魔人アークデーモンロードですアークデーモンロードで終わりそういうことですだからアークデーモンロードが放った言葉ってことだよね違う違う関係ないあのアークデーモンロードが知らない人だよだセリフってことですよね多分そうなんじゃない、うん、セリフではないセリフないない、ないんだないの違います水抜きは口に込みじゃやっぱ無理なのよ分かんない分かんない魔王の力と聖剣の力を受け継ぐ者などいないというのにそうこの男は魔王の力を受け継いでいるだがそれは本来であればありえないことだなぜなら勇者である俺が受け継いだ力は聖剣の力のみだからだ魔王の力は初代魔王を倒した時にその命とともに消えたはずなのだからつまりこいつは嘘をついていることになるしかしなぜそんなことをする必要があるそもそも俺のことを知っていたこと自体が不自然すぎる一体どこで知ったのかいや、もしかすると最初から知っていた可能性もあるなこれあれじゃないこれこそゼナークじゃないゼナーク俺言ってる、ね、今回は言ってあなたもあなたこれ誰の回答ですか俺だっつ俺でしょどう考えたってはい正解最初サタンとエンジェルのさ何かかなと思ったけど弱いものかはいそうですちょっと1個前にちらっと出たんですけど確かに風ちゃんですよね、うん、はい覇王と明王2つの力を受け継いだ正当なる後継者を語る旅外者これだから、はい、どっから勇者と魔王が出てきた魔王は出てるんだっけえ覇王だよねそうですね覇王明王っていうか覇王と明王でなんで勇者と聖剣が出されてくるんだだから覇王が、勇者の力を持ってて明王はその闇の力を持ってて、すごいっていうことなんじゃないそういうっていう解釈したんだ AI としてはそう解釈したのかなでアークデーモンロードが俺かいはいということで千谷さんに 3.5 ポイントなんとなくわかるよね言われてみればああなるほどねってだからこれさ今回は多分、まあ、回答者僕らだっていうのもあって結構有名なフレーバーテキストとか、ね、最近やったフレーバーテキストが続いたじゃないですか、うん、まあちょっと床打つまぐるだけちょっとね別のところで予想しなきゃいけないんですけど、ね、これもっとコアなところでやった場合、はい、どうなるのかだよ ねそうですねどれ解釈されるのかみたいなこれはもうレッドマンさんとか、うん、もうそれこそもうカジュアルさんとかそう、ね、あっちのフレーバーテキストに詳しい人たちフレーバーテキスト勢の方々に、はい、ねぜひやっていただきたいですね、はい、我々でやるかもしれませんけどな、はいうんはい、ということで、うん、今回の結果は、はい、チアリさんの勝利チアリがより AI に近いってことだねそうですね非常に良くないなんだろうな AI フレーバー王 AI フレーバー王すごいね、あんまり俺 AI の文章って見たことなかったけどこうなるんだ ねそうですね、すごいなんか独自の解釈をされてなさって、ね、聞くと意外とわーってなるのもあればギュカーツマグルなんてさ、はい、そんなに書いてないことから書かれてたギュカーツマグル予想できるような感じだったよね。そうですね。振る舞いだけで王がどうこうって出てきたわけだから、うんうんうん、なかなか面白いもんですね。面白いですね、はい、皆さんもぜひよければね友達にクイズとか出してみてはいかがでしょうということでございましてこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではジェラマさん、バイバイ。バイバイ。魔人魔人ドーン。
今美香です。なちゃんです。ということで今回ですね、デュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。早速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらデュエチューブ T シャツ。デュエチューブのロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい、こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてムーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい、続いてはこちら、はい、デュエチューブスポーツタオル。こちら思ってたより大きいです。大きいです。バスタオルくらいにも使えそうです。はい、デュエチューブのロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。おしゃれ、上間カラーです。そしてこちらデュエチューブプレマット。はい、はい、こちらですね、おきつね先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。かわいい。そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい、そして最後はこちら、じゃん、デュエチューブスリーブ。こちら64枚入りになっております。ということはオリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたしまして、4950円以上お買い上げの皆様にこちら、じゃん、デュエチューブステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様にこちら、デュエチューブステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。はい、ということでデュエチューブショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほなまた。